クレイチャンネル始まるよーイエーイ。知らないよ、車運転する？めっちゃしますよ。あ、本当に？はい、もう。俺も結構車運転するからさ。そうですね、チャレンジ上はね、うん。最近煽り運転とか多いじゃん。この前さ、運転したらさ、うん、後ろからさ、トヨタのでっかい車がさ、はい、車種はランクル。ああ、ランクルね。ランクルちょっとさ、まあ、勝手なイメージだけど、ちょっと強めの人が乗ってそうじゃん。ランクル乗ってる人はちょっと強め。でしょ？うん、背でかい。いや、背なんで、背はわかんねえけどさ、なんかちょっと、まあ、俺が乗ってそうな感じ。はいはい、そう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 。やんちゃな感じっていうかね。そうそうそう。でね、すっげえ音来たの。たださ、曲がる方向が一緒だったんだよね。で、後ろがスワーって、まあ、来てんなと思ってたの。で、来てるけど、一車線だから追い越しできないわけ。ああ。ただやっぱ来てんだよ。はい、うわ、嫌だなと思いながらさ、はい、ちょっとなんか気分的に良くないじゃん。急ブレーキ踏んでりました。そんなことしないよ。トラブルになるから。やりたい気持ちは少しあるかもしれないけどさ、まあそこはさ、大人になんないとね。そうですね。ね、はい、で、次、突き当たりで左行こうとしたの。したらね、ちょうどね、黄色になったの。あ、はいはいはい。で、俺黄色で左折したの。後ろ危ないからね、そうだね。したらもう完全赤なんだよね。もう。さすがに俺ギリギリだったから、はい、来ないだろうと思ったらさ、はい、キューン来て。すごいっすね。すっげえなと思ったらさ、はい、白バイ。なんだろうね。勝った気持ちになったよね。なんだろう、嬉しいっていうかさ、なんかざま見ろと思ったよね。自業自得というやつですね。いやー、これさ、よくないよ。たまにさ、運転しながらすごい人いるじゃん。危ないだけじゃん。危ないだけ。いや、ちょっとね、あれね、ほんとね、勝った感じがしたんだよね。いや、なんていう表現、これ難しいじゃん。別に自分勝ってないんだよ。ただなんかね、ナイス警察って見てね。っていうことで、ね、今回ね。はい。これです。コロコロケーキトレイン。コロコロケーキトレイン。なんかね、そう、12月っぽい感じ。いやいやいや、これはね、なんかチャラ社長っぽいでしょ、やっぱりね。ねえ、トレインといえばね、トレインといえばチューチュートレインじゃん。全然コロコロトレインじゃん。まだ可愛いじゃん。あ、これチューチューじゃないの。チューチューじゃない。チューチューじゃないんだ。チューチュートレインと言えばね、チューチュートレイン。これチューチュートレインとかって何かなのか分かんないからね、このね。今回ね、うちこれオリジナルで考えた企画なんだけど、うちのスタッフのところでケーキでちょっとモチーフで電車にしたら面白いじゃないかということで作ったんだけどね。いや、これまでないですよ、こんなのね。これかっこいいよね。でっかい貨車がケーキに見える。はいはいはい。そういったところでね、一個一個ね作ったんだけど、はい、一番前がロールケーキ。あ、ロールケーキね。ロールケーキが結構当たんないとだね。あ、頭になるやつだね。これが一応頭になるやつだね。はいはいはい。で、煙突の部分っていうのかな、ところをね、クッキーにして。あ、してますね、うん。で、これはね、いちごのロールケーキだね。はいはい。あ、ほんとだ。ちゃんとね、ほら、これクッキーが、クッキーがほら、これちゃんと可動式になってるから。おー、すごい、ビュンビュンいくね。そう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 、早いよ。一個はね、ビュンビュン。でね、貨車の方はショートケーキ。いちごとかもしっかりして、これね、ちゃんと作るの、ここパチッと、ほら、これほら、こうやって動く。あ、すごいすごいすごい。お、すごいすごいすごい。遊べるね。遊べる遊べる。で、ね、これがストロベリームース。あー、これがまさにね、貨車っぽいよね。うん、ストロベリームースだわ。うん、ほら見て、ここ細かいところね。あら、え、結構細かく作ってるよ、これ。うん、あのグラデーションもね。そうそうそう、うん。で、こんな感じで動く、動かせるかね。もうほんとチューチュートレインになっちゃったね。チューチューじゃない、コロコロトレインですね。何回押せんの。こう回ってないでしょ。いや、こうやって、どっちだ、こっこう。今見えなかったかもしれないですけど、手動かせなら逆の手はこうなってましたね。まあ、どっち、こっち、こっち、ど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 っち、本家を知らなすぎて、すみません、うん、ね、本当に。で、続いてがチョコレートのロールケーキね。これがね、先頭の車両だね。あー、いいね。結構チョコのね、このね、色今回何度か修正してんだけど、はいはい、結構ね、色がね、うまく出せなくて、やっぱ茶色っていうのも結構難しいんだよね。いろんな茶色の色もあるからさ、やっぱり、やっぱ茶色にはね、厳しいですね。厳しい厳しい、やっぱね、茶色王国から来た方はね。茶色王国でどんな王国で、今日もね、飲み物も茶色を飲まれてますから ね。チョコはうまいよね、これね。豆乳ね。で、やっぱ美味しそうな色って結構難しいんだよね。はいはいはい。上のチョコね、はいはいはい、が難しくて、何度か修正して。本当美味しそうですよ。ね、美味しそうでしょ。うん、美味しそう、うん、もう食べちゃいたい。もうちょっとね、紫がちょっと入っちゃった、配色として。うん。そうするとね、なんかトーンが変わっちゃって。でも光沢感がね、すごい。そうね、うまくまとまったかもしれないね。トロッとしてますよ。うん。で、続いてね、これがチョコの貨車の部分ね。はい。これもね、トーン合わせて。チョコケーキ。では、これの色替えだね。ああ、そうですね。うん。やっぱいちごがいいね、ほんと。いちごいいでしょ、トロッとして。結構ね、特に、ね、本物みたい、ね、これ、ね、これ冷蔵庫に入れたらね、まちゃ食べちゃう。だけどね、意外とね、これね、スムーズなんよ。これあー、早すぎる早すぎる早すぎる、見えない見えない。あ、チューチュー取れるんじゃない、それも。今の8の字は4回目で、最後はね、ブルーベリーソース。あー、この色がね、一番ちょっと大人っぽいです ね。これ、ちなみにこれ、繋がるかな、
あ、すごいすごいすごい。ほら。おお、すごい。ほら。おお。すみません、ちょっとレーンが短くて。そうそうそう、こうやって。全然回ってないけど。もっと広いとこじゃないと。あ、そうですね。うん、広いとこじゃダメだね。うん、すごい。ちょっとね、ほら。だこれは要は、ダブっても面白いよってことですね。ダブっても全然いける。遊べるね。これなんか本当はミニチュアとこう遊んだらいい。まあ普通に上にもね、ヒゲ乗っかるしね。あ、そういうことですね。うん、全然遊べると思うよ。うんうん、こういうのあんま作ってないからね。いやでも他のメーカーさんもないでしょ。ないと思う。だってもうなんか想像の世界だからね。なんか昔あったじゃん、絵本かなんかでさ、お家がお菓子だったらいいのにみたいな、お菓子の世界みたいなあったじゃん。家ね、蛇口ひねったらジュースが出ればいいかなみたいな、はいはいはい、そういう発想じゃん。あ、チャーリーとチョコレート工場みたいな、ね、そうそうそう、 ありますね。チャーリーとチョコレート工場か、はい、主人公の子もさ大きくなっちゃってるね、はい、大きくなっちゃったよ。ネットフリとかよく出てるもんね。いやもうね、多分ねお酒も飲んでおります。いやそんな、そうだね、お酒も飲んでおります。でこちらで12月発売、全6種400円展開するので、こちらもぜひチェックしてみてください。はい、今日紹介させてもらったのはコロコロケーキトレインでした。クリスマスケーキにいかがですか。よろしく。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。